きおーちゃん。はい、どうも、おーちゃんです。よろしくお願いいたします。ではでは、噛みつきおーちゃんということでですね、まあ、今回取り上げる話題なんですけれども、本日3月22日ですね、WBC、決勝戦ということで日本対アメリカやりました。ご覧になられた方も多かったですよね。こんな日にですね、日本が優勝してちょっと政治の話もどうなのかなと思っちゃったので、WBC の話題引っ張ってまいりましたのでご紹介させていただければと思います。はい、まあ、とは言ってもですね、一応韓国絡みではあるんですけどね。はい。タイトル。WBC、韓国メディアが米国の敗因をズバリと。打線は1軍、投手陣は3軍だと。は？韓国がとんでもないことをのたまわってますね。じゃあ何を言ったのか。はい。ご紹介したいと思います。はい。スター選手を揃えながらも、米国の連覇はならなかった。最後の打者トラウト、過去エンゼルスですね。はい。大谷とね、同じですね。はい。のバットが、空を切り、米国ベンチの選手は呆然とするしかなかった。3勝1敗で1次リーグを駆け上がり、ベネズエラ、キューバと難敵を下して決勝に駒を進めたが、侍ジャパンの前に力尽きたと。うん。まあ、ここまではね、まあまあまあ、読める話題かなと思ったんですけど、こっからです。はい。こっから韓国節きます。韓国メディアのスポーツ韓国は、米国の敗因をこう分析していると。うん。分析する能力ないだろう。この国にはないだろう。うん。野球発祥国が優勝できなかったのが驚くべきことだ。ベッツ、トラウト、ゴールドシュミットと1、2、3番はメジャーの MVP3 人であり、確かにね。現在も世界最高。4番のアレナドも歴史に残る三塁手で、リアルミュートも3本指に入る捕手。ターナーもフィリーズと11年3億ドルの大型契約を結ぶ遊撃手だと。最高の野獣が参加していると、野手陣は協力としたと。はい。ね、褒めちぎりましたけどね。しかしです。だが、しかし、一方で、問題は投手陣だと。うん。偉そうですね。昨シーズンの、WAR っていうんですかね、貢献度を表す指標、上位に入る選手は誰も出場せず、最も上位が今季33位のケリーだったと。うん。それでもメジャーの選手ですけどね。うん。上位選手が、出場した他国とは明らかに違ったと。見劣りを指摘し、結局打線は1軍級だが、投手は3軍級。いくら打線に期待しても、決勝の日本戦のように打線が不振なら敗れるしかなかったと、バッサリだったということですね。はい。なかなかひどいこと言ってますよね、これね。うん。そこまで言う権利というか、そんな強かったっけ、韓国。なんだったらね、韓国参加してたのかっていう勢いですけどね。はい。じゃあ、おーちゃんの感想を続けていきたいと思います。はい。おーちゃんの感想です。で、一軍で臨んで予選敗退だろうと。ねえ、韓国ベストメンバーでしたよね。ねえ、割と若いのも使ってましたよね、と、うん、思うんですけどね。まあ、勝負の世界なので、1軍だろうが2軍だろうが、お互いに勝つために真剣勝負をするというのがスポーツ観戦の醍醐味だと私は思うのですが、うん、負けた外野がちゃちゃ入れんなよと、言いたいかなと思いました。はい。まあ、当たり前にそうかな。うん。まあ、切磋琢磨してね、みんながみんな同じチームじゃないじゃないですか。代表チームっていうのはね。うん、いろんなチームであったり、それこそ、大谷選手みたいにね、アメリカで、活躍しているメジャーリーガーもいるわけですよね。全部が全部日本で、日本の、セリーグ、パリーグでプレーしているわけではないので、そういった人たち、選手がですね、一堂に会して集まって、まあ、侍ジャパン、まあ、チームジャパンになるわけですよね。なので、その、コンビネーションっていうんですかね、チームワークっていうんですかね、そういうものが見れるのがすごく楽しみで、その中で、チーム員同士っていうんですかね、チーム員同士、メンバーの中で選手同士でマッチアップしてうまいことやっていこうぜみたいな、AAO みたいになるから、それが面白いんですよね。なんですけど、なんか韓国でなんか全然そういうのなかったかなって、おーちゃんは個人的に思いますけどね。うん。特に本戦出場、決勝戦に出場したアメリカの選手に対して失礼すぎるんだよと。うん。うん。ね、投手一番良くて33位のケリーだって言ってるけどね。うん。お前らなんか足元にも及ばねえぞって。うん。こういうことを言うからですね、うん、じゃあ韓国は一軍で臨んだのだから一生勝てないよなとかね、うん、子供じゃないんだからベース離れてはしゃぐなよガム人間とかねこういうね言葉が韓国国内から飛ぶわけですよ韓国戻るなりこういうこと言われるわけですよ、うん、などと国内から罵声罵倒の嵐になるんだよと、うん、
優勝後の勝利者インタビューで大谷選手は日本とアジア諸国の選手をねぎらったわけだけど、結局は野球に対する情熱の差であったり世界一を目指す執念とかなんじゃないかなと思いますと、うん、もちろんね、やれ日本には絶対負けられないとか、やれ日本には負けたが韓国は決して弱くないとか、うん、器が小さいし視野が狭いし、世界大会の試合ってそういうところに執着してたら勝ち上がれないんだろうなって改めて思いましたねと、うん、やっぱりね、チーム員のことを見るのもそうなんですけれども、やっぱり優勝を目指すっていうことなので、まあ、その予選リーグのところでもちろんね、そこをまずクリアしなきゃいけないとかっていうのは第一目標ではあると思うんですよ。なんですけど日本には絶対負けられないとか、うん、他に負けても日本に勝ったからいいやとか、なんかそういうなんかニュアンスで話をしている時点で、いやこれはもう決勝リーグなんかいけるわけねえじゃんっていう話かな、うん、お茶はそう思いましたけどね。他人や他国の荒探しをしているうちは上位に食い込むこともできないでしょうねと。比較されたところで何とも思わないけど、野球においてもつくづく残念な国だなと思いましたねと、うん、いう感じです。はい、じゃあね、興奮してる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、皆さんのご意見もお伺いしてみたいと思います。はい、お待たせいたしました。ではでは皆さんのコメントですね、ご紹介させていただければと思います。ちょっと遡ってですね、引っ張っていきたいと思います。うん、お前言うってお前らは五軍うん、お前らが言うなと、うん、うん、そうね、米国メンバーはメジャーリーガーばかりやけどって、うん、ね、そうなんですよね、負けたらって言ってね、その投手陣に敗因があるんだとかね、三軍だとか言ってますけどね、もうみんな韓国選手が足元にも及ばないですよ、みんなメジャーリーガーですからね、うん、うん、敗因書く前にそちらの野球をはじめ、スポーツのレベルアップをしてねって、できないか、うん、いやまあね、選手が不調だったんだと思いますよ、不調だったと思うんですけど、韓国の投手、フォアボール多かったっすよね。うん、なんかほとんどフォアボールだったんじゃないかなっていう印象ですけどね。うん、だからなんかどん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 送ってって、なんだこれはみたいなね。ボール、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 フォアボールみたいなね。そんなんばっか見せられた気がします。はい、日韓戦で投手を10人も出してたのって、どちら様でしたっけ、うん、ね。その上、ボールですよ。うん、あれ野球の起源主張しないのか。そうね、確かに珍しい韓国といえばね、何でもうちが起源だってね、うちが始まりじゃって言うからね、うん、自らは政治も経済も民度も振り返らないそれ全然前しか向いてないんだとか、そういうかっこいいことじゃないからね、ね、あの人たちはね、うん、うんうんうん、じゃあ韓国団は少年野球レベルってことで OK、 うん、まあ少年野球の方が割と礼儀正しかったかもしれないよ、うん、だいたいね、ガム人間はね、前回の WBC でガム噛んでて怒られてるんだから、ガムは噛んじゃいけないとはルールブック上書いてないんだよ、わかるんだけど、今回もまたガム食うなよって思ったけどね、そもそもこれで一時が万事、絶対なんかやったら絶対ガム人間って呼ばれると思ってたからね、うん、そりゃそうだよそりゃそうだよ、ガム噛んで怒られてまたガム噛んだらそりゃ言われるだろうと思ったけどね、あの女言われてたけどね、ガム人間ね、うん、うん、偉そうに言ってて終わってみれば日本代表の大勝で終わったやんけと気持ちよかったね気持ちよかったね、うん、ベスト知らないメンバーだらけだったか甲子園でも勝てんだろうおううんおどけてジャンプしてアウトになるネタは世界中で警告だけだ、誇っていいぞまあ WBC 史上の珍事だろうね、うん、おめでとういいじゃん、地獄で MVP だっつってさ、ねぎらってやるよ面白かったぞ、笑いは取ったぞっつって、うん予選勝ち上がってからイエーと、うん、K の人だからってあかんわけでもないかと、 K の人でも日本リスペクトの人も増えてますし、まあね、そうよ、うん、まあね、だから韓国人全員がっていうわけでもないけど、でもやっぱこういう記事を良しとするというか、発言しちゃってるあたり、それを出そうっていう構成係の人もこれで行こうと思っちゃってるあたり、残念だなと思うな、うん、うん、このような発言が比例だと思わない感覚が点々点理解できないし、する気もない、うん
割とまともなこと言ってると思っちゃってるからね。なんだったらちょっと得意げにね、いやあれはね投手が悪いんだよみたいな、あれは三軍だからダメでしょうと、そこだけだよみたいなね。ね、どの面下げて言ってるのか知らないけどね。うん。継続は力なりっていう言葉をしっかりと噛み締めろ。ああ、日本の言葉だから拒否するか、うん、認めないっていうね。もしかして年俸で買った的な。まあでも韓国の、野球選手、韓国国内では野球そんな人気ないのに年俸はバブルだっていう話題もあったね。対して、盛り上がってないのに野球選手いいお金もらってるらしいよ。まあ、韓国国内での比較だと思うけどね。今日のおまゆのコーナーはこちらですか。そう、今日のおまゆのコーナーですよ。本当に。いつもじゃないか。勝っても負けても後ろしか見ないもんなぁと。引きずるタイプだからね。全然前進まないからね。一番最初に行われた日米野球って昭和初期なのに、その頃は韓国という国なかったんじゃなかった。だから知らないんですって。もう近代のスポーツ文化なんでちょっと韓国わかんないんですみたいなね。そんな言い訳通じないわ。聞いてやらん、そんなことは。はい。というわけで、皆さん感想いただきましてありがとうございました。まあね、終わってみれば、WBC、本当に侍ジャパンめちゃめちゃ強かったですね。で、大谷翔平ももちろん、MVP に選ばれたっていうところは、誉れ事ではあるんですけれども、王ちゃんとしてはもういろんな選手、みんながみんな、やっぱり強かったなと思いますね。みんながみんなそれぞれのいい仕事をして輝いてたから、勝ったんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、ちょっとね、野球に興味ない方、ちょっとごめんなさいですけれども、せっかくね、日本がいいですね、世界一になったという誉れの日でございますんで、取り上げさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、こちらのですね、ライブ収録につきましては毎週月曜日と水曜日夜10時半頃から行っております。もし時間合いましたらですね、こういった形でリアルタイム参加いただきましてコメントをお寄せいただけますと幸いです。お待ちしております。また教えて経済ホチポチメンバーシップのサービスも提供しております。こちらの動画のですね、下のところにメンバーになるのボタンがここいらにありますので、ポチッとなしていただきますと、レベル1、レベル2、レベル3と各レベル別のメニューございますので、ご確認いただきまして、ぜひ、メンバーになっていただきますと、こういったオリジナルの絵文字であったり、メンバー限定のコンテンツ、またメンバー限定ライブなども催しておりますので、参加いただけますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。また見てねー。